よーい、ドン。頑張れ、集中するのよ。気合の入った掛け声とともに鉛筆を動かす私たち。これは我が家の教育方針にのっとった勉強法なのだ。もうダメかも。まだ10分しか経ってないぞ。さくらは問題を解く以前の問題ね。私の家ではこのようにいつも勉強の時に集中していられる時間を計られる。私はすぐに集中が途切れるのだけど。それに比べて葵の集中力は本当にすごいわね。ああ、この子は天才だ。一方の妹は成績優秀で集中力も長時間持続するのだ。すごいな、今日は2時間勉強し続けたぞ。ねえ、ご褒美に新しいお洋服買ってよ。ああ、いいぞ。葵のためなら私たちは何だってするわよ。私もお洋服欲しいな。ねえ、私も服がボロボロだから。はあ、まだ着られるだろう。葵くらい勉強できるようになったら買ってあげるって。こんな感じで私はいつも肩身の狭い生活を送っている。はあ、あそこに行くか。私は生まれつき ADHD という症状を抱えていて、人より集中力が持たないんだ。だけどパパたちはそれを全く分かってくれない。やっぱりここが一番落ち着くな。ここは家から少し離れたところにあるおじいちゃんが残した倉庫。私はよく逃げるようにこの倉庫にやってきて絵を描いているの。雑音も入らない自由な時間が過ごせるこの空間が大好きだった。そんなある日。すごいぞ、さくらの絵が大賞を取ったぞ。え、本当ですか。私は絵のコンクールで大賞を取ったの。勉強は全然できなくても別のことで活躍できればパパたちは褒めてくれるはず。そんな期待は胸に帰宅したんだけど。お絵描きなんてただの遊びだろ。それよりも葵の勉強を邪魔しないでちょうだい。うん、結局何も変わらなかった。見て、今日のテスト。おお、また100点じゃないか。葵はいつも私たちの期待に応えてくれるわね。この家では勉強ができることが全てなの。さあさくら、今日も集中力のトレーニングをするぞ。うん。そう言っていつものようにストップウォッチを構えるパパ。でも結果は。なんだこれ、9分しか経ってないぞ。やる気が足りないんじゃない。うん、この日も全然集中することができなかった。あ、逃げた。ったく、もういい。この日も私は家族から逃げるように倉庫に向かう。私どうしたらいいんだろう。ねえ、お姉ちゃんがいると気が散るんだけど。ふん、現在俺たちは家族会議をしている。議題は無論さくらの今後についてだ。このまま葵の成績に響いたら一大事よ。確かにな、何かいい方法はないか。そう考えているうちに妙案が浮かんだのだ。さくらが大好きなあの倉庫に住んでもらうのはどうだ。あいつは何かとあの倉庫にこもるが、あそこにあるものはガラクタばかりで正直扱いに困っていたのだ。それはいいわね。家が広くなるしもっと勉強に集中できるようになるよ。亡くなったじいさんのガラクタもあいつにあげよう。一石二鳥の名案で盛り上がったので早速倉庫へ向かうことに。おい、さくら。そこにいるんでしょ。なんでみんなが。いつもこの倉庫に来ていた私だったけど、家族がわざわざ呼びに来るのは初めてだ。いろいろ考えたんだけどな、さくらには今日かここで暮らしてもらおうと思うんだ。大好きな倉庫にずっといられてよかったじゃん。あなたのためにもなると思うのよ。え、さすがにさくらは呆然としているようだ。もしかしたら勉強頑張るから家にいさせてなんて言い出すかもしれないが、これはもう決定したことだからな。泣きついても無駄だぞ。しかし。え、本当？私一人でここに住んでいいの？ありがとう。あ、え、予想に反してさくらは瞳を輝かせながら喜んでいた。じゃあこれでお別れだね。バイバイ。あ、ああそうだな。じゃあね。よくわからんが、本人も乗り気なのはラッキーだな。無邪気に手を振るさくらを見て俺たちは安心して別れを告げたのだ。小さくなっていく家族の背中を見ながら私が感じたのは安心、そして解放感だった。やった、これからは自由に生活していいんだ。私は ADHD のことを保健室の先生に相談したことがあった。これって治らないんですか。私にとっての最大の悩み、解決策があるなら聞きたいと思ったの。すると。さくらちゃん、聞いてちょうだい。 ADHD は大変かもしれないけど、さくらちゃんにとって大切な個性よ。私の個性？そう、だから自分のことをよく知って長所を伸ばせば大丈夫。それで自分を否定する必要なんて全くないからね。この言葉を聞いて私は気持ちが楽になったんだ。正直理解をしてくれない家族は私にとって心の負担でしかなかった。だけどこれからは自由に生きていいんだ。そうは言っても小学生の私が一人で生きていくのはなかなか難しい。だけど私には一つだけ当てがあった。どこにあったかな。
パはここのものをガラクタだと思っていたみたいだけど、ほとんどがおじいちゃんの骨董品コレクションなのだ。もしかしたらいい値段がつくかも。そう思った私は骨董品を鑑定に出してみた。お願いします。すると結果は、これは知る人ぞ知るアントーヌの遺作。あなたのおじいさんはとんでもないものを倉庫に眠らせていましたね。ぜひ3000万円で買い取らせてください。3000万。想像以上の値がついたんだ。これさえあれば一人でも暮らしていける。倉庫のものは私のものになったはず。とは言ってもやっぱりどこか引っかかる自分がいた。元はおじいちゃんのものだし、このお金独り占めしていいのかな。悩みながら私は家の近くまで来ていた。少しは私のことを気にかけているかもしれないという淡い期待もあったんだと思う。だけど家が広くなった気がして最高だ。快適快適、より勉強がはかどるよ。家族は相変わらずの様子だった。あ、そうだ、せっかくだから3人でもっと大きい家に引っ越すか。賛成。葵だけのお部屋も用意してあげましょうよ。やっぱり私は一人で生きていくしかないんだ。この時少しの寂しさとともに決意を固めた。このお金を使って一人で生きていくことを。それから10年後。とってもいい感じ。私は現在悠々自適な毎日を送っている。あのオンボロだった倉庫は改築を重ね、豪邸と変わらないくらいにまで進化を遂げていた。すごいお家ですね。カフェデリアをイメージしましたけど、まさかここまで再現してくださるとは。いえ、これもさくらさんが描く設計図が分かりやすかったからですよ。バイク屋兼便利屋のアントンさんたちにも手伝ってもらったけど、依頼して正解だったみたい。さくら先生が描かれる絵はどれも素晴らしいものばかりですね。ありがとうございます。実は私はあれから芸術家として成功を収めていた。ADHD の特性を理解し、無理のないペースで仕事を楽しんでいるの。そういえば今度個展を開くので、よかったら。うわ、嬉しいです。みんなで行きますね。あなた見て。とある休日、妻が騒がしくやってきた。これってさくらじゃない？さくらだって。令和の奇才、比嘉さくらだと。なんと俺たちの娘が芸術家として有名になり、個展まで開いていることが新聞に書かれていたのだ。嘘だろ、あのさくらが成功しているのか。それに比べて俺たちが期待を寄せていた葵は。ただいま。おかえりなさい葵。どう、就職決まった？全然ダメ、あの企業も見る目なさすぎなんだけど。全く危機感のない返事をするばかりだ。どうしてこんなことになったんだ。葵は俺たちの期待通り優秀な大学に行き、ずっと成績もトップのままだったが、傲慢な性格で周囲の人間を見下す癖がある。私の才能を生かしきれない企業が多すぎて嫌になるんだけど。そんな態度が見透かされているから就職活動が難航しているのだ。それで次はどこを受けるんだ？もういいや、私就職やめる。え？トレーダーになって大金持ちになってやるんだから。はあ、しまいにはそんなことを言い出した。最初はふざけるなよと思ったが。でもこの子ならトレーダーとして大成するかもよ。確かに数学は昔からめっぽう強かったしな。葵の地頭の良さは本物。トレーダーになればどんどん稼げるのではないかと思い直した。まあ私に任せておいて、すぐに1000万円ぐらい稼いであげるから。ほう、頼もしいな。葵はこうでなくっちゃね。葵はいつも俺たちの期待に応えてくれた。今度もまたやってくれるだろう。それよりも古典か。よし。1ヶ月後。すごい人ですね。おかげさまで、ありがたい限りです。私の個展は初日から大盛況。たくさんの人が私の作品を鑑賞する光景は、芸術家として胸に込み上げるものがあった。おお、これがさくら先生の絵画か。感動シャーリーです。流星皇帝、この何とも言えない儚さが素晴らしいです。ありがとうございます。アントンさんたちにも褒められて有頂天になっていた。まさにその時。うわ、本当に絵を描いているんだ。葵。よう、さくら、久しぶりだな。元気そうね。なんと10年間も会っていなかった家族が突然やってきたのだ。未だにお絵描きしてるなんてウケる。せっかくだから見に来てやったんだけど、こんなのにお金を払う人の気が知れないな。いきなりのこの態度に怒りがこみ上げてきたけど、ここはぐっとこらえる。何しに来たのよ。私トレーダーになったの。お姉ちゃんなんかとは比べ物にならないくらいのお金持ちになるんだから。まさかそれを言いに来たの？私は別にお金儲けのためにこの道を進んだんじゃ。もしマウントを取るためにやってきたのなら、呆れて言葉も出ないのだけど。どうせお前はカツカツな生活で個展を開いたんだろ。そこまでしてただの絵を見てもらいたいなんて、
承認欲求の塊ね。はあ、どうやら本当にそのためだけにやってきたらしい。だんだん怒るのもバカらしくなってしまった。その時、この絵気に入った。え、滑覆のいい男性が私の作品を指さした。寺田さんじゃないですか。個展が終わったら1000万で売ってほしいのだが。え、本当ですか。ありがとうございます。1000万ってあなた正気なの。そうだよ、こんなのただの絵じゃん。お前らにはこの絵の価値がわからんか。それに俺にとっては1000万なんてはした金だからな。はした金ですって。俺はアート驚く金持ちだからな。アートだけに。そう言って去っていくテラーダさん。家族たちは唖然としていた。1000万円なんて大金をこんな簡単に手に入れるなんて。こんなことがあるのかよ。私だって先月から500万円投資している株がそろそろ10倍になるはずよ。そうだそうだ。調子に乗らないでよね。へー、なぜか対抗心を燃やしているようだけど私には全く興味がない。しかし、嘘でしょ。どうしたんだ。私の投資した会社不正が発覚したって。何それってまずいの。家族たちはスマホニュースを見て勝手に慌てていた。株価大暴落してる。嘘だろ、まさか500万円失ったのか。そんなまだ少しは残っているよね。さすがに慌て出した両親、必死になっていたものの、いや、お金は残ってないというか、レバレッジをかけまくっていたからむしろ借金になっちゃった。なんだと。嘘でしょ。私たちの老後の貯蓄も入っているのよ。どうやら両親は財産のほとんどを妹に託していたらしく、今の一瞬で借金地獄に陥ってしまったようだ。さくら、今まで悪かった。は、やっぱりあなたは私たちの娘ね。こうなることを見越して倉庫に住まわせてよかった。どれだけ身勝手なのだろう。家族は急に媚びへつらいながら私に近づいてきたのだ。いい加減にして。私の集中力がないからって家から出したんでしょ。いや、それは私はもっと私の個性をみんなに認めてほしかった。ただそれだけだったのに。私は自分の個性を表現する芸術の世界に身を投じているの。気が散るからもう私の邪魔をしないで。そんな、助けてよ。こうして私の家族は警備員によって会場から追い出されたのだ。その後、風の噂で聞いた話によると、私の元家族は借金を返すために貧乏生活をしているらしい。ねえ、新しい服買いたいんだけど。まだ着れるだろ、我慢しなさい。そもそも誰のせいでこうなったと思ってるの。だったら今度は仮想通貨で大儲けしてやるわ。それだけはもうやめて。頼むから持ち前の集中力でレジ打ちバイトでもしてコツコツ返してくれ。妹は懲りもせずに一発逆転を狙っていて、まだまだあの人たちの苦労は続きそうだ。よし、いい感じ。今日はここまでにしようかな。今も私は自分のペースで歩いている。根詰めて頑張らなくてもいい。これからも自分らしく生きていくんだ。